今回は光る君へ第18話木戸の復讐解説です。第18話は道隆の死後、道兼が関白になるものの病に倒れ間もなく世を去った。その後道長が内乱に任じられついに政権を握るというお話でした。今回は第1章と第2章で第18話の復讐解説をし、第3章以降は政権を握った藤原道長の今後についてお話ししたいと思います。第1章では藤原道兼のいわゆる7日関白について見ていきたいと思います。ドラマでは道兼は関白就任の日に倒れていましたが、実際はすでに病気になっており助かる見込みはほぼありませんでした。その中でなぜ道兼が関白となったのか、そのあたりを掘り下げてみましょう。少し時期を遡って道隆の病気が重くなった頃から順を追って道兼政権成立の背景を見ていきたいと思います。持病の糖尿病が重くなった道隆は後継者として嫡男の小手近を望みました。しかし小手近は21歳とまだ若かった点や叔父の道兼の方が高い官職にあったことから、小手近が政権を握るには高いハードルがあったのです。それでも道隆はなんとか小手近を後継者にすべく一条天皇に小手近を関白にするように願い出ますが、一条天皇は道隆の病気の間という期限付きで小手近を内乱とします。道隆や小手近は一条天皇に何度も抗議しますが、決定が覆ることはありませんでした。なお関白と内乱の違いについては辞書で詳しく解説します。一条天皇が小手近の関白就任に難色を示した背景には、一条天皇の母である明子の意向があったためと考えられています。明子は道兼に政権を継承させる意向だったのです。995年4月10日に道隆が死去し、小手近が内乱の地位にいる条件が消滅しました。道隆が亡くなってから一条天皇が道隆の後継者を決めるまでには17日もの時間を要しました。道兼を推す明子と小手近を推す貞子の間で一条天皇が後継者選びに迷いを感じていたのでしょう。そして4月27日、一条天皇は道兼を関白に選びました。ただしドラマでは道兼が関白就任の当日に病で倒れていましたが、実際は道隆が死去する前から当時大流行していた疱瘡を患っていた可能性が高いそうです。光る君への時代考証、倉本和弘氏によれば、明子はここで兄弟間で政権を継承させておけば、道兼が近い将来に死去した際に、必然的に道長政権の誕生が期待できると考えていた可能性があると指摘しています。道兼を一旦関白にすることで道長政権成立の道筋を作ったのです。そして道兼は道隆の死から1ヶ月も経たない5月8日、35歳で世を去りました。7日関白と言われていますが、実際の関白在任期間は11日間だったといいます。道兼が死去したわずか3日後、一条天皇は道長を内乱とし政権を担当させることにしました。歴史物語の大鏡には道長の母である東三条院明子が代理まで乗り込んで涙ながらに道長の起用を訴え、一条天皇を説得したというエピソードが記されています。ドラマでも採用されていましたね。しかし道隆死去後は次期政権担当者決定に17日間もかかったのに対し、道兼死去後は3日後すぐに道長が政権担当となったため、道長政権誕生は規定路線だったのでしょう。画面をご覧ください。当時流行していた疫病によって公卿が次々と死亡していました。995年に流行した疫病については第16話解説で詳しく解説しています。生き残った顔ぶれの中で次の政権担当者を選ぶとすれば、小手近か道長しかいませんでした。すでに政権は道隆から弟の道兼へと兄弟継承が行われていたため、前章で解説した明子の思惑通り、道兼の次は弟の道長が継ぐのが自然な流れだったのです。さてここで道長が就任した内乱とは何か、摂政関白との違いに触れながら解説しておきましょう。学校などでは天皇が子供の時に天皇の仕事を代行するのが摂政で、天皇が大人になったら関白になると習った方が多いと思います。この説明も間違いではないのですが、もう少し正確に説明すると、摂政は幼い天皇に代わって天皇の権限を代行するのに対し、関白は天皇の命令文章や天皇に奏上する文書をあらかじめ見たり修正できたりする地位です。
天皇権を代行できる摂政の方が立場は上と認識されていました。そして関白に似た地位が内乱です。実は摂政関白は左大臣や右大臣など大臣クラスの人物しか就任したことがなく、摂政関白就任の要件となっていました。そこで大臣未満の人が関白と同じように命令文書や天皇に奏上する文書をあらかじめ見たり修正できたりしたのが内乱です。立場的には摂政関白の方が上ですが、内乱には一つ大きなメリットがありました。摂政関白は天皇のそば近くに仕えるため、公卿が出席する会議に参加することはできませんが、内乱は公卿の会議に参加できるのです。そのため実質的に関白と同じ仕事ができ、公卿会議にも参加できる内乱の地位に道長は長くとどまり続けたといいます。道長は内乱就任から約1ヶ月後の6月に右大臣に昇進します。本来なら左大臣が空位であるためそちらに就くのが自然ですが、あえて右大臣にとどまりました。この判断の背景には当時内大臣だった小手近を昇進させないまま大上官の実質的なトップに立とうとしたという意図があります。こうして道長は内乱として関白と同様の職務をこなしつつ、公卿会議も主催できるようになったのです。一方、昇進で道長に抜かれ政権を担当できなかった小手近とは対立を深めていくことになります。さて、次章以降は政権を担当する道長の今後について予習解説をしていきましょう。ここまで光る君へでは権力欲のない善人として描かれている道長ですが、史実を見る限りはどこかで闇落ちをする可能性が高いと思います。その根拠を5つ紹介しましょう。ここからは藤原の道長闇落ちを断言する5つの史実というテーマで、これから約30年間にわたり政権を握り続ける藤原の道長の今後について紹介しようと思います。道長の大まかな経歴は光る君へ1年分を15分で解説で紹介しましたので、道長が最高権力を握るに至ったターニングポイントとその時の道長の対応にスポットを当てて解説しましょう。1つ目が道長のライバル藤原の小手近や高家を追い落とすことに成功した996年の長徳の変です。同時代の記録によれば、藤原の高家と火山院の従者同士の乱闘の際に火山院の腰に矢が当たってしまったことを契機に始まった事件とされています。さらにこの時期、道長に政権を担当させることを一条天皇に強く勧めた明子は重い病気に悩まされていました。小手近が明子や道長を呪詛しているという噂が立ち、実際に明子の部屋を探ったところ、呪詛の道具が発見されたのです。その結果、火山院をいたことや明子を呪詛したことなどを理由に小手近と高家は左遷されることになりました。ところが『小遊記』をよく読むと、呪詛の道具が発見された時、明子の部屋に道長がいたと記述されているのです。もちろんたまたま見舞いに来ていただけかもしれませんが、古代史研究者の山本純子氏は呪詛の道具を発見したのは道長の息のかかった人物の可能性を指摘しています。道長が明子の部屋に呪詛の道具を持ち込み、小手近たちがこの道具を使ったというストーリーを作り上げた上で噂を流し、小手近たちを失脚に追い込んだのです。長徳の変は光る君へでも間もなく描かれると思います。放送と前後してより詳しい解説動画を出す予定なので、楽しみにしていてくださいね。長徳の変の後も一条天皇の貞子への寵愛は続いていました。貞子は996年の年末に一条天皇との間に終始内親王を出産、さらに999年に2度目の懐妊をします。道長の娘の明子はまだ出産できる年齢ではなかったため、貞子が一条天皇との間に男子を産んでしまえば藤原の小手近の復権もありえたのです。そのため、この2度目の懐妊時には道長は貞子に対して露骨に圧力を強めていました。懐妊7ヶ月の貞子は出産に向けて転居しますが、転居の際には公卿がお供するのが慣例でした。しかし道長はこの日早朝から宇治行きを計画し、公卿たちを誘ったのです。自分に同調して宇治に行くのか、それとも都に留まって貞子の側につくのか、公卿たちに選択を迫ったのです。この時貞子が滞在したのは平の成政の家ですが、山本氏によれば長徳の変で小手近の行動を道長に密告した人物だったため、
道長の息がかかっていたと推測しています。下級役人の成政は自宅に中宮が滞在して天皇の子を産むというのにみすぼらしい板作りの門を改修もしませんでした。政権からの援助もなかったのでしょう。貞子はこうした屈辱にも耐えて11月7日に男子を出産しました。この後数奇な運命をたどる一条天皇の第一王子敦康親王です。実はこの日道長の娘明子が12歳で一条天皇の女房となっており、多くの公卿は明子のもとに集まっています。道長の日記御堂関白記では明子を女房とするという記事ばかりが記され、敦康親王誕生については何も語っていません。貞子に男子が生まれたことで明子の地位を低下させたくない道長は前代未聞の行動に出ます。光る君への第14話で道長が皇后と中宮の地位を分け、無理やり貞子を中宮としました。道長はこの洗礼を使って千年に貞子を皇后に、明子を中宮として2人を同等の地位としたのです。一人の天皇に2人の妃がいるのは前代未聞のことでした。それでも一条天皇は貞子を寵愛し続け、この直後に貞子は最後の子を懐妊します。ところがこの時出産が難産となり、貞子は24歳で死去してしまうのです。このお話は物語の中盤になるかと思いますが、当時の記録に記されている道長の貞子に対する嫌がらせがどこまで描かれるのか、そして貞子はいかにして耐えていくのか注目したいですね。中宮となった明子はその8年後の1008年、ついに念願の王女を出産します。敦平親王、後の御一条天皇です。道長はついに天皇候補の孫を手にし、手放しで喜んだといいます。さらに翌1009年には敦長親王、後の没落天皇を出産しました。ところがその2年後の1011年、一条天皇は急病で倒れてしまいます。これを受けて道長は早くも一条天皇の上位の準備を始めたのです。道長は東宮次期天皇の家定親王を即位させ、次期東宮を自分の孫の敦平親王にしようと画策します。一方で一条天皇は第一王子で貞子が出産した敦康親王をまず東宮にし、その後明子が出産した第二王子の敦平親王を立てたいという思いがありました。実は貞子が死去した後、敦康親王を養育していたのは明子であり、明子は敦康弟のように可愛がっていたといいます。古代史研究者の福藤早苗氏によれば、明子も一条天皇の意向を尊重し、敦康親王、敦平親王の順に即位させれば良いと考えていたのです。明子は若いので、敦康親王の後に敦平親王が天皇になったとしても明子のように国母になる可能性は十分にありましたが、道長は当時46歳、病がちだったこともあり、一条天皇と明子の意向に従ってしまうと敦平親王が即位する前に自分の寿命が尽きてしまう可能性があったのです。結局道長は5月26日一条天皇には知らせぬまま攘夷を発議します。一条天皇はなおも敦康を東宮にする望みを持っていましたが、藤原の行成から、道長様の意を損ねては敦康親王様の不幸にもなりかねないと諭され、ついに断念するのです。その後家定親王が三条天皇として即位し、敦平親王が東宮に指名されました。この一連の出来事に明子は激怒します。自身の思いも夫である一条天皇の意思も道長に踏みにじられたためです。平安時代中宮から生まれた第一王子で東宮になれなかったのは敦康親王と、白河天皇の第一王子で幼くして亡くなった敦文親王の2例のみであり、ここからも道長の対応がいかに異例だったかがわかりますね。その後一条天皇は出家し、6月22日に崩御、享年32の短い生涯を閉じました。一条天皇の治世は25年の長きにわたりましたが、その間東宮だったのが家定親王です。一条天皇より年長で、三条天皇として即位した時には36歳となっていました。25年待った三条天皇はいよいよ自分の世だと胸を膨らませたことでしょう。しかし道長からすれば、三条天皇には早く退位してもらい、現在4歳の敦平親王を幼い間に即位させたかったのです。敦平が即位すれば道長は天皇権を代行できる摂政として、
父兼家が成し遂げた栄華を手にすることができます。道長を取り込んで自分の治世を長く続けたい三条天皇と、できる限り早く退位させたい道長との駆け引きが始まりました。道長を取り込みたい三条は、東宮時代に嫁いでいた道長の次女清子を中宮としました。三条は清子が王女を設け、その子を道長に貢献してもらうという皇位継承プランを持っていたと倉本氏は推測しています。そして1013年に清子は出産しましたが、女子でした。三条と清子との間に男子が生まれなかったこと、三条が目の病気を患ったことから、1014年から道長は三条の退位に向けて本格的に動き出しました。ところが三条は病気が重くなる一方であるにもかかわらず、一歩も引かず上位の意向を示しません。1015年11月、三条天皇の居所として新しい代理が完成しましたが、完成後たった2ヶ月で炎上しました。三条天皇は冠もかぶらない恥ずかしい姿で命からがら避難したといいます。道長はその翌日、このような火事が起こるのは天皇に徳がないからだと責め立て、上位を強く勧告しました。なお代理が消失した日、道長の娘の清子は代理に入る予定でしたが、道長は三条の上位が近いからと代理に行くことを止めていたといいます。その事実から新代理の炎上は道長の息のかかった者による仕業とする説が有力なのです。道長は一歩間違えれば天皇を殺しかねない禁忌を犯し、さらにその責任を被害者の三条になすりつけるという進化であるまじき行動に出て、三条を上位に追い込もうとしました。結局天皇のシンボルの代理が炎上したことで三条は上位を決意、次の東宮は三条の子厚明田親王とすることで、4年半の三条天皇の世は終わりを告げたのです。そして道長の孫厚明田親王が五一条天皇として即位、道長は念願の摂政となりました。五一条天皇が即位した翌年、退位した三条院は死去。最大の後ろ盾を失った厚明田親王は東宮を辞退し、道長は五一条天皇の弟厚長親王、後の後須濁天皇を東宮とします。これにより道長は2代連続で自身の孫が天皇となる体制を完成させたのです。ドラマ内で道長が女子が受胎しても幸せにはならないとつぶやくシーンがありましたが、結果的に道長は嫡妻源智子から生まれた女子全員を受胎させています。一条天皇の中宮明子と三条天皇の中宮清子はすでに触れましたが、智子初生の三女武子は五一条天皇に、四女義子は東宮時代の厚長親王、後の後須濁天皇に受胎しました。ちなみに武子が中宮になった時に道長が主演で読んだ歌が望月の歌です。3代連続で自分の娘が中宮となったのは日本の歴史上道長だけであり、まさに権力の絶頂を迎えた瞬間でした。ただし妃となった道長の娘が幸せだったかというと疑問符がつくでしょう。明子は第5章で紹介したように父に夫の意向が踏みにじられ、清子は第6章で紹介したように男子が生まれなかったことから父と夫の関係が破綻し、武子も男子を産むことができず、義子は厚長親王が即位する前に病死してしまいます。義子が死去した時、道長は非常に動揺し、死者蘇生の祈祷を陰陽師に命じたといいますが、このあたりでドラマでは女子が受胎しても幸せにはならないという自身がつぶやいた言葉を思い出すのかもしれませんね。最後に一つ補足解説をしておこうと思います。今回紹介した闇落ちを断言する5つの史実で紹介したエピソードのほとんどの場面で道長は病気になったり怨霊に呪われたという記録があります。もともと道長は幼少期から体が弱く病がちでしたが、62歳まで生きたと思えないほど病に苦しむ人生を送っているのです。山本氏は道長の病気について精神的なストレスや恐怖から来るものが多かったと想定しています。ドラマでも権謀術数を尽くして権力の頂点に上り詰めていく道長が見られると思いますが、その一方で両親の呵責や罪悪感から不安や恐怖に苦しむ姿が描かれるのではないでしょうか。今回のお話を聞いてドラマの道長はどこで闇落ちすると思いましたか？個人的には第3章で紹介した聖徳の変の後から徐々に変貌していくと予想しています。この頃道長は病気を理由に辞表を提出しますが受理されず、そのまま政権を継続することになります。
そしてちょうどこの時期に紫式部が結婚しているのです。その後貞子への圧力を露骨に強めているので、もしかするとドラマでも道長の病気と真宙の結婚がドラマの転機となるかもしれませんね。ぜひコメントで皆さんの意見もお寄せいただければ嬉しいです。いかがだったでしょうか。今回のライブ配信情報や参考文献は動画の概要欄にまとめていますので、よかったらご覧ください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。